それではまず日本のスターティングイレブンご紹介しましょう。ゴールキーパーが南、ディフェンス3バック、左から中田、宮本、辻本、中田浩二です。そして遠藤と稲本のダブルボランチ、左に中村、右に酒井、そして中田英寿。中田のプレーには本当に注目が集まります。2トップが福田と平瀬です。リザーブをご紹介しましょう。ご覧のメンバー、予想されました明神あるいはゴールキーパーの曽我畑は今日は控えに回っています。一旦後ろに戻す。このボールを中田がつないで、ここからが強い。中田引っ張られるがまだ通れない。中田行く、中田行く、今度は右サイドです。さあこの攻撃が怖いところを中央へ出そうとしましたが、キーパーの南が出ます。今の日本は、ね、彼がいるんで、逆にそういうプレーがもう今のセンターバックには必ず必要になってるんですよ ね, すよね、3人に囲まれます。中田英寿、これはちょっと読んでなかった、間に合った、間に合わない。6番の稲本、今のシーンです。今のはね、稲本君、間に合いそうだったんですけど、まだトップフォームではないのかもしれませんけどね。これで稲本行く、切り返した。中田にはパスが通りません。パクドンヒョクから手前側がパクジェホンです。前へ出します。辻本ヘディング、中田に通るか、よかった。中田、中田、そして右へ出す。このボールです。あの中田のボールはあの確かに速いですから。そうですね、まあ、あの辺もああいう状況になったら俺はそこに出すぞと、はい、トップスピードで走ってる右足狙って出してるんだからちゃんと取ってくれっていうような、そういうメッセージがね、入ってるんでしょうね。そういうことでしょうね。このあたりがやはり中田選手の特徴ですよね。そうですね、やっぱり十分このチーム今の中盤を見てればね、はい、必要な選手なんじゃないかなとも思いますけどね、はい、中田スルーパス、あー、まあまあ、あのね、はい、今のは最高のパスだと思いますよ。あー、なるほど。一旦平瀬君が左に逃げて角度を変えて右に行きましたよね、はい、完全に右足でトラップできるところにパス通してるんですが、まさかこのタイミングでここで角度を変えて走ってる自分の右足に来ると思ってないですよ ね、 あ、 なるほどね。あれは中田を見れるような首を回しながら走っていかないと受けれないですよ ね、 なるほどね。今確かにあの外へ出ようとして中へ帰ってきました。そうなんですよね、金田さん、本当にこのメンバーの中でですね、おそらくまあ半分以上はですね、両チームともですね、2002年ワールドカップの代表ね、あーと、これはオフサイドなってきそうですよね。そうですね、まあそういう風になって言ってると多分フル代表の選手もね、また反発してレベルは俺の方が上やと、そういう風にこう競争が高まればまたレベルも上がってきますね、日本全体のね、はい。このボールは一旦自陣へ下げます。宮本です。ここから先でしょう。ブランダー、この練習はよくやってました。日本、平瀬がこの位置まで戻ってくさびになって一旦後ろへ出して、また中田へ、そしてフリーになっている稲本に、遠藤あたりにはボールは出ません。あー強いですね。さあ裏へ狙うというところ、平瀬が行く。しかしタイミングで走れてますよね。あ、なるほど。あの左サイドの中村君がボールを持った時の前線の2人、平瀬君、福田君の動き出すタイミングですね、はい、中田が持った時のその2人の動き出すタイミング、ここで今動き出します、はい、気持ちよさそうにスタート切ってますよ。あ、今リズムですね、はい。今年のナイジェリアのワールドユースのメンバーでもありますナヒ軍。久保田さん、はい、8番のソルギホン選手ですけども、はい、ちょっと胃のあたりを抑えてですね、ベンチに何かアピールしていたんですよ、はい、それでドームを退いたようです、はい、これも平瀬を走らそうというところ、平瀬が行く、平瀬が行く、争いになった、平瀬ボールキープ、平瀬、はい、いいですね、決めた、決めた、そのままシュートまで持っていた、後ろに来た、まだチャンス、日本チャンス、中村、あーっと、レフリーとぶつかった、切り返そうというところ、うまい、もう一度中村行く、中村行く、もう残り時間が前半ほとんどありません。中村、そして平瀬のいいプレーでした。しかし、平瀬君も容赦なく走らされてますね本当にそう、気づいて思いますよでもね、しょうがないような気がするんですけど、
あしかし確かに韓国ここら辺がもう本当に誰もマークしてないですよ、ありますあります、一番上にオフサイドはありませんでした。これはね、時間がないんでね、はい、きちっとした形でゴールを割らなくてもいいですから、やっぱりね、はい、シュートで終わらないと、こういうところはね、